レーニングでいつも木澤さんがおっしゃってるのは、一番大事なのは力を出し切る。この辺のことに関してはどういうような、まあ、情報っていうか。結局ね、力を出し切るって簡単そうに見えて難しいんですよね。潰れちゃったらおしまいじゃないですか。力を出し切るって根性じゃないですよね。もちろん根性も必要なんですけど、テクニックも必要なんですよ。力を出し切るための情報っていうのがほぼ皆無ですよ。ほぼ YouTube だから、まあ僕のチャンネルで、まあ、僕結構いろいろレストポーズのこととかやってるんで、その辺をねちょっとぜひ参考にしてもらって、僕のっていうのはただがむしゃらにもう一回いけないもう一回いけっていうんじゃなくて、駆け引きが大事ですね。やっぱりタックスクワットなんか見てると分かると思うんですけど、こう止めるとかやっぱ休むんですよ。あそこで行っちゃうと潰れて終わっちゃうんですけど、あそこで休む、呼吸整える、もう一回やるで、またしっかり休む、もう一回やるっていう、こういうやっぱり間を取るとか、そこからやっぱり結局追い込むためのテクニック、力を出し切るためのテクニック、